今日の内容になってくるんですけれども、組織運営とかについて、よりよく、もっともっとこうね、皆さんのつながりを作りながら、いい企業にしていくために、どんなことができるだろうかということを、まあ、ご相談いただきましたので、ぜひちょっと心前向きに楽しく受けていただけたらと思います。えー、いろんな本当にこう団体の中、あるいは企業さんとかに関わっていく中で、 なんかこうやる気とかモチベーションっていうのがやっぱり一つテーマになってくると思うんですね。というわけで少しでもですね、皆様がなんかこう働くことがまた楽しくなったりですとか、部下の方とのコミュニケーションとかが円滑に行くようなそんな内容としてお届けできたらなと思っております。で、今日の内容なんですけども、まあ、どこの企業さん団体さんでも永遠のテーマである部下を伸ばしていくには、 どんなアプローチが有効になるのかという現代版ですね。もうまさに令和版と言ってもいいと思いますけれども、昭和とも違う、平成とも違う、令和ならではの部下を伸ばす最良のアプローチって一体どういうことなのか。まず皆様にちょっと見ていただきたい数字があります。こんな数字があるんですね。6.4%。これ何の数字かと申しますと、今の日本で、これ内閣府のデータになりますが、3年以内になんとですね、 正社員61.6%、パートさん82.4%が離職をしてしまい、その結果先ほどの6.4%というのは、今ある会社が10年後に残っている割合だそうです。今多くの会社が10年以内にもう6.4%しか残らない。しかもその企業の中で離職率はなんとこんなに高いんだっていう数字ですね。はい。 3年以内にこれほど多くの方が離職をしてしまい、かつそのうちの50.2%の方が何を理由に離職をするか。何だと思われますかね、皆さん,、うん。そうなんです。おそらくご想像の通りだと思いますが、人間関係なんですね。給料が安いからとか、ね、ここは待遇が悪いからとか、まあいろんな理由もあるんだと思いますけれども、やはり半数以上の方が 人間関係で悩んで辞める。しかもこの今の日本というのはコロナで偉いことになってます。本当に生きにくいし、仕事もしにくいし、成果も上げにくいし、上司にも見てもらいにくいしというなんともおかしなヘてこコな世の中になってしまいました。なので正直言うと、今の会社辞めようかなみたいに思っている方も少なからずこの日本の中にいるわけですよね。ところが、 コロナで不安だし、ここの会社辞めても、こんなコロナの状況の中で転職先があるかどうかもわからないので、どうしようかな今の会社にいようかなって思ってても、そこで人間関係がうまくいってないと、辞めたいな、でも辞めれないなと言って、鬱になったりするわけですよね。私自身カウンセラーでもあります。なので、いわゆる心理カウンセラーですので、年間何十人の うつの方に出会いますで。その多くの方が仕事が合わなくてとか、仕事じゃないんですよね。上司と合わなくて。会社の同僚と合わなくて。っていう方が非常に多いんです。なので、まあ、年間何十人とこううつの方をまたサポートして社会復旧するというお手伝いさせていただくわけなんですけれども、とにかく多くの方が会社の中に人間関係の悩みを抱えている。 しかもこれポイントなんですけども若い人に限ってです例えば激動の時代を生き抜いてきたハートの強い皆さんとかはそんな簡単に心折れたりしませんちょっとやそっと人間関係がなんか悩んでてもまあ仕事は辛いもんだと仕事っちゅう大変なもんなんだというそういうなんか心の粘り強さを持ってることも少なからずあるんですけども特に今の若い世代は昭和の世代からするとなんで っていうぐらい心が弱く見えたりします。なんでそんなことでへこむなんでそんなことで落ち込むっていうことが起こってるもんですね。実際に、うん、で、また彼ら若い世代はこっちがちょっと強く言うと、ああパワハラだって言い出しますね。そんな言葉が横行しちゃってるので、だから上司ももうなんかある意味腫れ物触るようにもう20代とか30代前半の方を育てなきゃいけないし。 ここで人間関係がなんだかギクシャク噛み合わなくてうまくいかないっていう企業をたくさん見てきました。うん、なので、そういった問題、一体どうすればいいか部下を伸ばす令和版の裁量のアプローチって一体何なんだろうっていう話になってくるんですけども、皆さんちょっとご質問があります。今、会社の中に 一つの会社といって、ね、企業の大きさによって様々な人数、様々な年齢層の方が一緒に働く運命共同体こそが会社なわけなんですけれども、当然会社の中にはいろんな世代の方がいらっしゃいます。全員20代のベンチャー企業以外は、そこそこ歴史のある会社であれば、いろんな世代がいてしかるべきなんですけれども、 例えば今、この令和の日本において、70を超えたぐらい、あるいは60代半ばから上ぐらいの方が特に大切にしている人生の価値観って何だと思われますか企業で言ったら会長クラスとか、創業者クラスとか、まあ60代ぐらいのね、社長さんとかも案外ここにかかってきますけれども、 こういう方々が一番大事にしている価値観って、なんだかんだ、食っていけるかどうかなんですね。じゃあ、ここです。40代、50代、まさに中堅どころマネージャークラスの皆様が一番大事にしている価値観って、これはわかりやすいですよね。金です。お金です。では、いよいよなんですけども、特に今の20代、もう10代もそうです。 10代後半、もう成人からですね、20代後半、もう下手すると30代前半ぐらいまでかかる、平成ジェネレーションズ以降ですよね。の若者たちって何を大事にしてるんでしょうかここなんです、うん。例えば今の40代、50代の方は、お金のためならって言って、踏ん張ることができます、うん。例えば会社の中でちょっとしんどいことがあっても、まあ給料もらってるしな。 家族も養わなきゃいけねえし、なんだかんだ金のためには生活のためにはしょうがないと言って頑張れるんですけど、20代の子たちは一番大切にしているものが食とか金じゃないもんですから、ずれちゃうんですね。じゃあ20代の子たち何を一番大事にしているかと。これです。存在価値ともう一個。つながり。これ結構重要なんですね。 例えば70代の会長さんとかがちゃんと給料をやって食わしてやってんのに何の文句があるんだっていう価値観が彼らには通用しなかったりとか。で、中堅の頃の皆さんがきちんと仕事を与えて、ね、給料もちゃんとこうみんなね、会社として支給されてるはずなのに、何をこいつそんななんかヘボいこと言ってんのと、すぐ心が折れ上がるんだろうっていうところの乖離が起こってるんですね、今。多くの企業を見てると、本当に思います。 だから、下の世代はこう思うんです。あ、上の人たちは僕たちの気持ちは分かってくれない。で、上の世代はこう思っちゃったりするんです。こいつらは一体何を考えてるんだろうってことですよね。あ、これはもちろん、20代の皆さんが、食とかお金はどうでもいいっていうことじゃないですよ。最優先順位ってことです。もちろん、今の20代の中にも、お金が最優先って子も少なからずいますけれども、割合で見たときに、多くの世代がこう思ってしまってるってことなんですよね。 まずここをちょっと頭に入れておくだけでも、じゃあ20代の子たちにどんなアプローチが必要になってくるだろうか。今日まず一つ目のポイントになりますけれども、特にここにいらっしゃる主任の皆様、マネージャーの皆様が、部下の方にぜひともやっていただきたいアプローチというのが、心理学用語ですけれども、承認と言います。承認とは何かというと、 いろんなこう意味合いがあるんですね。相手の存在を肯定する。受け止める。受け入れる。長所を見てあげる。勇気づける。ねぎらう。いたわる。愛情。尊敬。認める。絆やつながり。こういったアプローチ。全部総称して、承認って言います。簡単に言いますね。部下の方を承認しないことには、部下が育たない時代になってきてるってことです。中には言いますよ。こんなもん必要ないって人。 もちろん、ね、そういうたくましい若者もいると思いますけれども、結構多くの数の、下手すると皆さんの想像以上の多くの数の若者が、もう下手すると30代になっても40代になっても、これをすごく必要としてる部下って多いんですね。もう一回言いますね。今の若い世代は少なくとも、こういったことを大事にしている世代だってことなんですね。だから逆に言うと、こういったことをちょっと積極的に取り入れるだけでも、チーム力が上がったり。 え、こんなことでっていうことで、やる気モチベーションが上がっていく。承認し続けたら、別人のように社員が変わった。本当に嘘みたいな、本当の話。いくらでもあります。今の若い世代は、これが欲しいんですね。だから皆さんに、ぜひ、マネージャーの皆さんに、ご自身が当たり前だと思っているところに、ちょっと声をかけてみてほしいんですね。相手に。例えば、普通に会社に来ただけで、お今日も来てくれてありがとうな。 今日も元気そうでありがとない。いいな。おお、無事に帰ってきてくれてありがとな。ご苦労様。頑張っとるな、いつも。そういうことをわざわざちょっと声をかけてあげる。私も子供たちに言います。学校から帰ってきた時。おお、今日も元気で帰ってきてくれてありがとな。朝ごはん食べてるだけで言います。おお、いっぱい朝ごはん食べてくれてありがとな、ね。今日も元気で起きてきてくれてありがとな。昨日も風呂の中で言ってました。 お父さんの子供で生まれてきてくれてありがとうな。当たり前じゃないですか。一歩間違うと。妻が産んで俺が育ててやっとんだぐらいの感じで一歩間違うとなりますよね。子供がそこにいることは当たり前だって。けど、そこにわざわざちょっと声をかけるってことをやっていただくだけでも、まさにこのチーム力が上がってきます。組織として強くなってきます。そして、この上司のために頑張ろう。 この社長のために、この会社のために頑張ろうって、もし思ってくれたら、もう閉めたもんですよね。彼らは、ちょっとやそっとの困難を乗り越えて、また明日も頑張ろうって思ってくれます。でも逆にここをすっ飛ばすと、なんか誰にも認めてもらえねえんだよな、この仕事って、なりがちってことですよね。で、ここぜひとも、本当に大切なことなんで、当たり前ゾーンにわざわざ声をかけてみよう。 少し頭に入れておいてください YouTube ご覧いただきましていつもありがとうございますヒロのメルマガヒロメールはですね毎週月曜朝7時に皆さんが元気になる情報ほっこりする話感動する話、えー、お届けしてますのでぜひご登録の方お願いしますもちろん無料ですそれでは行ってらっしゃい